こんにちは、粟田洋介です。今日はトートバッグに絵を描いていきます。このトートバッグを乾燥させている間に、このトートバッグに絵を描いていこうと思います。さっきはこの普通のホワイトっていうのを使ってたんですが、ちょっとこのパールホワイトっていうのを使ってみようと思います。
では2つトートバッグに絵が描き終わりました。こっちのブルーの方がこんな感じになりました。でブラックの方がこんな感じです。ちょっと描いてる映像の方でもお見せしたんですけど、ちょっとラメを入れてみました。ラメってすごいキラキラ綺麗です。でお知らせなんですけど、2021年、今年ですね、2月11日から16日まで東京の丸善丸の内店4階にて丸猫店というイベントに参加します。こういうね、雑貨に絵を描いたものの他に絵画もたくさん展示する予定です。他の猫作家さんもたくさん参加しますので、興味のある方はぜひお越しください。というわけで最後までご覧いただきありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録などもいただけるとありがたいです。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。